上から落ちていってマグマダイブしちゃったよ。もうマリオ丸焦げだよ。ゲボ吐いてきたよ、汚ねえな。こいつもゲボ吐いてきたよ、汚ねえな。皆さんどうも、ドイヒーです。ツッコミ役の先生です。今日はスーパー人間オデッセイをやってくぞ。スーパーマリオオデッセイだから、この人間名前あるから。なんだかカラフルなところにやってきたね。どんなステージなのか行ってみよう。なんかここにありそうだね。やった、お金だ、めっちゃ嬉しい。1枚で喜びすぎだから。そしてお豆三四郎が落ちてるな。お豆三四郎じゃなくてただの豆ね。キノコジジイが攻めてきた。クリボーでしょ。なんか変な名前つけられちゃってるよ。クリボー乗っ取ってこの上を渡っていけないかな。ダメだった。マリオ丸焦げで、あちょぺちょぱー。やっぱり思ってた通りダメだったか。ダメだと思うならやるなよ。トマトからマグマみたいなの出てきたな。危ないからこれからもうトマト食べるのやめよう。ゲームの話だから、本当にマグマ出てきたりしないよ。この先どうやって進んでいくんだろう。なんかマグマ玉みたいなの出てきたな。これを乗っ取ることできるかな。やった、乗っ取れたぞ。マグマの中をスイスイ泳げるぞ。マイクラでもマグマスイスイ泳げたらいいのにな。あ、やっぱり泳げない方がいいか。やっぱりマイクラの醍醐味はマグマダイブだからね。そんなことないわ。どんどんと進んでいこう。あ、ウサギ軍団が現れたぞ。もしかしてもうボス？今回の相手はゲロ・ハキオだ。変な名前つけられちゃってんな。こいつはいきなりゲロをぶちまけてくんだよな、きっとね。帽子でゲロを吹き飛ばし、相手の帽子を取って、取ったら頭を踏む踏む踏む。前にも戦ってるし余裕だったね。ムーンを取ってこのステージクリア。まだまだムーン足りないからクリアじゃないでしょう。まだまだ続きがあるのか。これで終わりのステージがあってもいいけどね。じゃあこの大根おろしみたいなとこを進んでいこうって、下に道があるな。下の扉に入ってみよう。ここはマグマステージか。マグマダイブしないように気をつけて進んでいくぞ。ってこれ沈むのかよ。危なくマグマダイブしちゃうところだったよ。入れ替わりに沈んでいくのか、次が上がるときに渡る。そしてここはムーンのかけらを集めるのか。ああ、マグマダイブしちゃったよ。ああ、一回ケスが燃えると自由効かなくなるな。もう真っ黒黒焦げだよ。もしステーキだったらウェルダン以上でお客さんからクレームだね。ステーキで例えるんじゃないよ。マグマダイブに気をつけながらどんどんと進んでいく。のんびりと動いてるから焦らなければ大丈夫。火を吹いてくるのか、これは厄介だけども帽子で跳ね返してるのか。じゃああっちに渡ろう。ああ、マグマダイブしちゃった。あじゅっぺじゅっぱー。ここ意外と難しくて気をつけないと一気にダメージ食らっちゃうよ。何度もやられてらんないから気をつけてプレイ。あっち側にもムーンがあるぞ。後で取りに行こう。最後のムーンのかけらをゲットして、ムーンゲット。そして先ほど見えたムーンもゲットしたぞ。この調子で最初に取り忘れていたムーンもゲットしていく。そしてクリボーに乗り移ってトウモロコシの上を移動。危ないな、これマグマダイブしそうだよと思って焦ったら元の位置に戻ってきちゃったよ。これ動かすの難しい。そんなことよりもクリボーのマグマダイブ焼き食べたくなってきたな。なんだよその料理。っていうかクリボーは美味しいキノコなのか。毒キノコっぽいぞ。すごく時間はかかっちゃったけど、なんとか反対側に渡ってムーンをゲット。そして大根おろしのところを渡ってゆく。にぎわってるところにやってきたぞ。ここは食材がいっぱいだな。ねるねるねるねはどこだろう。多分ないよ。ここでルーレットの場所を発見。とんでもない回数ミスしまくり。
これ難しすぎだよ。あ、ジュッピジュッパー。何度も挑戦してようやくムーンをゲット。他にもムーンはむき出しで置かれてたりしたよ。隠す場所考えるのめんどくさくなっちゃったのかな。子供も楽しくできるように分かりやすいのもあるんでしょ。そしてフライパンを投げてくるやばいやつ発見。すぐに壊れるフライパンだな。蒲焼きさんでできてるのかな。そんな駄菓子で作ってるわけないでしょうが。さあフライパンを投げて投げまくって日頃の先生のストレスを発散しまくりだ。先生にストレスあったんだ。だってめちゃくちゃ臭いからね。下僕さらしたような匂いするからね。それどんな匂いだよ。そんな臭かったらもう外で歩けないよ。このチーズみたいなのを壊していったらレバーみたいなのが出てきたぞ。レバーを動かしてムーンを取れるようにできたぞ。このムーンを取る前に来る途中にあったチーズを壊してそこから出てきた扉に入ってみる。ここでチーズを壊しまくってムーンのかけらを集めてムーンゲット。そしてさっきのムーンもゲット。これで先に進めるようになったぞ。このマグマジジーを乗っ取ってここから大脱走だ。ここから出て行っちゃおう。そして音符を発見。出てきたちっちゃい音符をどんどんと取っていく。そしてムーンをゲット。ここで見つけた土管の中に入ってまたまたムーンをゲット。ムーンを集めるのがうまいな。ムーン集め検定2級とか取れるんじゃないかな。そんな検定ないからね。またまたマグマコースが現れたぞ。落ちないように気をつけないと。だけどめちゃくちゃ落ちそうな場所現れたな。道細すぎ。こんなの毛糸の上を歩けって言ってるようなもんだよ。そこまで細くはないでしょうが。しっかりとお金を取っていって動く場所に到着。タイミングを合わせて今だーって飛び越えちゃうんかーい。あじゅっぺじゅっぱー。どうしてもここは飛び越えちゃうな。だからちょっと手前からジャンプ。これでうまく飛び移ることができたぞ。そして渡った先でムーンをゲット。ここも余裕だったね。2回やられてるから余裕ではないでしょう。ここ終わったと思いきやまだムーンあった。これどうやって戻っていけばいいんだよ。もう落ちてくしかないのかな。あじゅっぺじゅっぱー。土管に入ってもう一度入れば元に戻れたよ。もっと早く言ってよ。これはトマトからマグマを出してその上を渡っていけばいいってことかな。ナイスひらめきだね。あとはマグマジジイを乗っ取って渡っていけばいいだけだね。あー燃えちゃったよ。そしてまたマグマダイブしちゃったからの落ちていった。おじゅぴじゅっぱー。ミス大連発だな。次はミスしないようにしっかりと渡っていってムーンをゲット。そして元の場所に戻っていってどんどんと上に上がっていく。なんだこれ、変なものに乗り移っちゃったぞ。これはなんだ、お肉だ。このでっかいお肉を鳥が発見。掴まれて鍋に運ばれちゃったよ。ここは落ちないようにするだけでいい簡単なステージ。あっという間にムーンをゲット。そしたら鳥が襲ってきたぞ。吹っ飛ばされちゃいそうだと思いきやマグマが噴火。一番最初まで吹き飛ばされちゃったよ。また鍋の底に戻るのめんどくさい。先生臭い。鍋に入れるのはくさい。先生臭いはもう言わないでよ。新たに出てきたコースをどんどんと進んでいく。進んでいく途中でムーンをゲット。そして火がついてないとこあったのでマグマジジイで突撃。ムーンが出てきたよ。やった。そして燃えちゃったよ。今日何回丸焦げになればいいんだよ。また燃えちゃった。もうこれはスーパー丸焦げオデッセだよ。てんてこなタイトルつけるかよ。どんどんと上に上がっていきましょう。
こいつは細い道だな。前から野菜も転がってきて危ない。しかも落ちそうになっちゃった。野菜が通り過ぎたら急いで行くって、また落ちそうになっちゃった。危ないよ、ここで隠れよう。よくこんな危険なとこ進んでくよね。僕だったら怖すぎて諦めちゃうよ。でもピーチ姫助けないと。普通ピーチ姫よりも自分の命だよ。それじゃあおしまいだよ。次にひっくり返る場所を進んでいこう。タイミングを合わせて進んでいかないとまた丸焦げになっちゃいそうだよ。このコイン全部取れないのか。よし今だ。あー失敗した。丸焦げくん一気にやられて、おじゃっぺじゃっぱー。マグマダイブしすぎでしょうが。何度もやられながらもお鍋のところに戻ってきたぞ。この鳥との戦い頑張っていくぞ。マグマジジイのまま戦っていくのか。でもどうやって戦っていけばいいんだろうな。マグマジジイで体当たりすればいいのかな。なかなかうまく当たらない。前から向かっていって、この鳥の股間に攻撃。これはかなりのダメージだろう。こいつもゲボ吐いてきた。この世界はゲボ吐いてくれやつ多いな。これに触れちゃいけないのかな。逃げろ。ゲボ攻撃が長いな。というかもしかして吐いてるのゲボじゃなくてマグマ。これを登っていかなきゃいけなかったのかな。完全にミスしちゃったよ。次のチャンスを狙おう。一生懸命追いかけてたらまたゲボ攻撃やってきたぞ。これの上を泳げるか。野菜をかわしながら登っていけたぞ。これで顔面にアタック、ダメージを与えたぞ。股間へのダメージは意味なかったのね。だけどこっちに近づいてきたからもう一丁股間にアタック。またゲーボ吐いてくるぞ。今度はクネクネのゲーボだ。野菜に気をつけてって、ダメージ食らっちゃったよ。でも2発目順調にダメージ与えれてるぞ。どうしてもう一度股間に直撃。さあいよいよラストゲーボ吐いてくるぞ。今度は途切れ途切れで登っていくのがすごく難しそうだよ。落ちないように気をつけて、ゲボに乗っていく。ゲボに乗っていくのは嫌だな。途切れてるから上に登っていくのすごく難しいね。よし、あと少し行けって外しちゃったよ。あと一撃だっていうのに。よし、もう一度最初から頑張って登っていくぞって、また失敗しちゃったよ。こんなことやってたらゲボ吐き終わっちゃったよ。もう一度股間にアタック。股間に攻撃するのはうまいね。だって僕股間のプロだからね。なんだよ股間のプロって、意味わかんないこと言うんじゃないよ。落ちないように気をつけて進んでいって、最後の攻撃だ、くらえ。よし、ボスを倒すことできたぞ。やった、これでムーンをゲット。このステージ終わりだ。さあ次のステージ行ってみようと思いきや、鼻デカの目の前に現れたクッパ。というかクッパよりも強そうなやつ出てきたよ。クッパよりこっちの方がラスボスじゃん。こんなやつに絶対勝てるわけないじゃん。逃げようよ。クッパが攻撃命令してきたよ。どうなるんだ。口からものすごい攻撃が出てきた。こんなの食らったら鼻でかい一巻の終わりだよと思ったけど、普通に生きてるよ。鼻でか無敵すぎ。というわけで続き気になるけど今日はここまで。皆さんよかったら高評価お願いします。それじゃまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッ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 チャンネル登録よろしく。